歯科用サクションとは、歯科の診療中に患者の口腔内に溜まる、唾液、血液、エアータービンの中水、スリーウェイシリンジの洗浄水等を即時に吸引することを目的とした機器である。これにより、治療部位の除湿や、術者の視野を確保できる。特に水平診療においては、治療をスムーズに行うために必要不可欠である。現在では、 主に経済面、衛生面、騒音面の理由から、セントラル方式を用い、一台のサクションによって、複数台の診療ユニットの吸引を行う方法が定着している。歯科用、セントラルサクションを対別すると、診療用、高校外用、技工用の3つに分類にすることができる。セントラル方式固定型単体、移動型診療用サクションは前述の通り、 診療中に患者の口腔内に溜まる唾液、血液、エアータービンの注水、スリーウェイシリンジの洗浄水等を即時に吸引排除することを目的とする。一般に歯科の分野において、サクションといえばこの診療用サクションを指す。エアータービンによって歯がまたは金属を切削した場合に生ずる切削粉塵や 中水噴霧の発散を、切削点に接近した場所、及び高校外において、吸引排除することは、術者の作業能率を高めるとともに健康保持の観点からも重要である。診療室に浮遊する粉塵の中でも、特にエアータービンで、切削作業を行う際に発生する、切削浮遊粉塵は、吸い込んだ人体に悪影響を及ぼす原因となっている。 口腔外サクションは、これらの治療中に、口腔外へ漏れる有害な浮遊粉塵を、患者の口元で吸引し、歯科医師の健康を守ると同時に診療室内を、クリーンに保つことを目的とした機器である。技工室は作業上、石膏粉塵やレジンの磨く図、印象剤の連和による粉塵が多く発生する。技工用サクションは、これらの粉塵を発生源近くで補修し、 室内をクリーンに保つことを目的とした機器である。ありがとうございます。